皆さんこんにちは。こんにちは。手塚先生です。浜澤先生です。ライブ、参加してくれていると思います。いつも本当にありがとうございます。6月1日から体操教室は始まっていきます。で、学校もおそらくね、6月から始まっていくところが多いんじゃないかなと思っています。そこで特集会体操クラブの米田監督から素敵なお知らせがありますので登場していただきます。はい、こんにちは、米田です。6月からいよいよ鎌倉体操クラブが始まるということで、はい、ちょっと実はやりたいことがあって、はい、ラジオ体操をちょっとやってみたいんですよね。ラジオ体操。はい。6月からいろいろ小学校が始まったり、はい、幼稚園が始まったりとかした時に、はい、おそらく朝も早かったりとか、確かに、まあ、僕子供いるんですけど、はい、僕の子供だったら7時ぐらいからも準備して出ていかなきゃいけないので、はい、ちょっとそういう習慣も生活習慣しっかり整えるためにちょっとラジオ体操。なるほど。やったことありますか？あります。ラジオ体操の第一を、ちょっと子供たちにも参加してもらってやりたいなと思ってます。なるほど。ぜひ一緒にやってもらえますか？やりましょう。もちろんやりましょう。ありがとうございます。お願いします。詳細は、はい、ホームページの方でお伝えしたいと思います。時間は8時半。8時半から本気のラジオ体操、増田先生、手塚先生と一緒にやりたいと思うので、ぜひ参加してください。お願いします。お願いします。皆さん、じゃあ、米田監督となんと8時半からまた詳細は、別途お知らせいたしますけども、概要欄にも貼りたいと思っております。8時半から毎日体を一緒に動かして、で、みんなでしっかり生活習慣を直して学校や体操教室に参加していきましょう。米田監督、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。お願いします。ということで、すごい、ちょっと緊張しました。なかなかないですよ、オリンピック選手と。びっくりしたね。オリンピック選手と。米田監督は実はアテネオリンピックの金メダリストなんですよ。当然皆さん知ってると思いますけど。もちろんですね。いや、これ本当に緊張したっすね。そうですね。もう今ので緊張したっていう。汗かいてます。よかった。その米田監督と8時半からラジオ体操が毎朝できます。できます。ライブでの参加とありますので、特集会鎌倉体操クラブのみんなも、辻堂教室のみんなもですね、ぜひ参加してほしいなと思いますので、ぜひ概要欄から飛んでみてください。うん、良いわね。良いですね。まあ、もちろん先生たちも全力でやっていきたいと思います。全力のね。全力でやりますので。はしゃぎすぎる。はしゃ、もちろん。はしゃぎすぎる。もちろん、はい、全力です。はい。と、はい、いうことで、じゃあ、みんなも、参加してください。バイバイ。バイバイ。